スタークラフト2の e スポーツ競技の模様 e スポーツはコンピュータゲームをスポーツ競技として捉える際の名称である。エレクトロニックスポーツの略称であり e スポーツ、e スポーツ、電子競技などとも表記される。e スポーツは多くの場合、組織化されたマルチプレイヤーコンピュータゲームの競技大会として開催されており、特にプロ選手同士で個人、または チームとして対戦する。競技大会は長い間、コンピュータゲーム文化の一部であったが、プロゲーマーの参加や、ライブストリーミング配信を通じたイベント観戦が人気になる2000年代後半までは、主にアマチュアの間で行われていた。2010年代になると、多くのコンピュータゲームの開発企業がトーナメントなどのイベントを積極的に企画し、開催資金を提供するようになり、 e スポーツはコンピュータゲーム業界にとって重要な要素となった。e スポーツはランパーティーの中から生まれたとされる。欧米では1990年代後半から高額な賞金がかけられた世界規模の大会も開催され、参加者の中にはアマチュアから年収1億円を超えるプロゲーマーまで含まれる。競技として一般的に用いられるコンピュータゲームのジャンルは マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナや、ファーストパーソンシューティングゲーム、対戦型格闘ゲーム、カードゲーム、バトルロイヤルゲーム、リアルタイムストラテジーなどがある。人気のある競技タイトルとしては、リーグオブレジェンズや、オーバーウォッチ、ドタシリーズ、カウンターストライクシリーズ、ダイラントースマッシュブラザーズシリーズ、スタークラフトシリーズなどがある。アメリカでは2013年に、リーグオブレジェンズや、 スタークラフトにといった競技タイトルがプロフェッショナルスポーツと認定され外国人選手に対してアスリートビザが発行された。日本では2016年に初めて国内のチームで活動する韓国人選手にアスリートビザが発行された。2017年の調査では e スポーツの視聴者は世界中で3億8500万人以上いるとされている。 YouTube や Twitch を中心としたオンラインストリーミングプラットフォームの利用の高まりは e スポーツ競技の成長とプロモーションの中心となっている。視聴率は男性が約85%、女性が約15%となっており、18歳から34歳の視聴者が大半を占め、中にはプロとしてプレイしている女性ゲーマーもいる。 e スポーツの人気と人気度が高まったのはアジア、特に中国と韓国であり、中国では2000年以降プロ選手のライセンスを発行している。ヨーロッパやアメリカでも人気があり、これらの地域では地方だけでなく国際的なイベントが開催されている。日本国内における e スポーツ市場は大規模なコンピュータゲーム産業があるにもかかわらず成長が遅れている。 その主な原因は、景品表示法や賭博及び富くじに関する罪への抵職の可能性など、法規制によるものが大きく、賞金といった金銭的利益をめぐる、様々な形態の競争に制約を課していることにある。また、世界規模で見ても競技タイトルとしては、リーグオブレジェンズや、カウンターストライクグローバル、オフェンシブといった、 パーソナルコンピュータ専用のゲーム作品が活況となっているが、日本ではパソコンゲームよりもコンシューマーゲームが主流となっており、パソコンゲームの市場の小ささに相関してユーザー数も少ないとされ、コンピュータゲームに関する文化の違いによるものとも考えられている。しかしながら、国内の e スポーツ市場は徐々に拡大し、2019年の市場規模は、 前年比127%の61.2億円という調査結果も出ており、今後も成長が見込まれている。前日の通り、e スポーツには表記揺れがあり、日本以外の英語圏においても同様の問題が生じていた。メディア媒体により表記は異なり、e スポーツ、e スポーツ、e スポーツなど様々であった。しかし、二千十七年三月十四日に、 フロリダ州で開かれた2017アメリカンコピーエディターズソサイティーコンベンションにおいて AP 通信が今後 e スポーツで統一することを発表したただし運動に来る場合には e スポーツとも表記されこれらは業界のトレンドや一般的な使用率の高さから決定づけられている表記の取り決めについては英語圏で広く使用される表記のスタイルガイド AP スタイルブックにも記載され、メディアなどにおける表記の統一を促している。最も古いと知られているコンピュータゲームの大会は、1972年10月19日にスタンフォード大学で開催されたスペースウォーの大会とされている。スタンフォードの学生たちは銀河間宇宙戦争オリンピックに招待され、対象として用意された雑誌、 ローリングストーンの1年分の購読量をかけて競い合った。ブルース・バームガートが5人制フリー4オールで優勝し、スリム・トバート・ロバーとイーマースがチーム戦で優勝した。1980年に当たりが開催したスペース・インベーダー選手権は全米で1万人以上の参加者を集めた最初の大規模なコンピュータゲームの大会であり、対戦型ゲームがメジャーな趣味として確立された。 1980年、ウォルターデンはツイン・ギャラクシーズというハイスコア記録組織を設立。その後、組織はコンピュータゲームの普及を支援し、ギネスブックなどの出版物を通じて、それらの記録を公表し、1983年にはコンピュータゲームのチーム、US ナショナルビデオゲームチームを設立した。このチームは、 ギネス世界記録のためのビデオゲームマスターズトーナメントの運営など競技大会に関わっていた。1970年代から1980年代にかけてコンピュータゲームのプレイヤーやトーナメントが新聞やライフやタイムといった人気の雑誌に取り上げられるようになった。1985年のギネスブックでパックマンやドンキーコングといった6作品のハイスコア記録を持つ。 ビリー・ミッチェルは最もよく知られているクラシックアーケードゲームプレイヤーの一人である。この頃海外ではゲームに関する放送も行われており、1982年から1984年までにわたり計133回放送されたアメリカの番組スター・ケードは出演者がアーケードゲームでお互いのハイスコアを競い合うという内容であった。 コンピュータゲームのトーナメントは、テレビ番組、ザッツインクレディブル、や、1982年の映画、トロンといった、様々な映画の一部としても取り上げられている。イギリス BBC のゲーム番組、ファーストクラスでは、ハイパースポーツ、720度、ペーパーボーイなど、当時のアーケードゲームを題材にした、対戦型ゲームによる対戦が行われていた。 1988年の作品ネトレックは最大16人用のインターネットゲームであり、クロスプラットフォームかつオープンソースソフトウェアとして制作された。ネトレックは史上3番目のインターネットゲームであり、解放されているゲームサーバーを見つけるためにメタサーバーを使用した最初のインターネットゲームであった。また、ユーザー情報を永続的に保つ。 最初のインターネットゲームでもあった。この作品は1993年にワイヤードによって最初のオンラインスポーツゲームと評されている。1991年に発売された対戦型格闘ゲームストリートファイター2は2人のプレイヤーによるトーナメント形式で直接対戦するという概念を普及させた。これまでのコンピュータゲームではプレイヤーの順位は ハイスコアによって決めることがほとんどであった。しかし、ストリートファイター2では、プレイヤー同士が面と向かって対戦し、最高のプレイヤーが決められるようになり、現代に見られる対戦型のマルチプレイヤーや、デスマッチ形式の道が開かれた。ストリートファイターシリーズや VS シリーズといった格闘ゲームが1990年代に人気を博したことで、1996年には、国際的な、 e スポーツ大会エボリューションチャンピオンシップシリーズが設立、開催された。1990年代に開催された大規模な e スポーツトーナメントには、1990年の任天堂ワールドチャンピオンシップや、1994年の任天堂パワーフェス o が含まれる。また、ブロックバスタービデオとゲインプロとの共催で、独自の世界選手権なども開催された。 アメリカやカナダ、イギリス、オーストラリア、チリのプレイヤーが参加し、1994年から NBA ジャムやバーチャレーシングが競技タイトルとして追加された。この頃には多くのコンピュータゲーム、特にパーソナルコンピュータ向けのゲームがインターネット接続の増加による恩恵を受けた。1990年代後半にはサイバーアスリートプロフェッショナルリーグやクイック金、 プロフェッショナルゲーマーズリーグなどが開催された。CPL で採用されたタイトルには、カウンターストライクシリーズやクエイクシリーズ、ウォークラフトが含まれる。テレビ番組では、イギリスのゲームスマスター、バッドインフルエンス、オーストラリアの A メイシング、カナダのビデオアーケードトップ10などで e スポーツを特集していた。韓国における e スポーツの成長は、 1997年のアジア通貨危機後のブロードバンドインターネットネットワークの大量構築や当時の失業率が高かったことから多くの人が失業中にやりたいことを探していたことが影響していると考えられている。また、韓国では PC ボーと呼ばれるインターネットカフェも普及しており、e スポーツの成長に大きく貢献した。韓国の文化体育観光部の一部門である。 韓国 e スポーツ協会は2000年に設立され、国内における e スポーツの促進や環境の整備のために設立された。排水の逆転劇とは、エボ2004におけるストリートファイター3サードストライクの準決勝、梅原大悟とジャスティン・ウォンの対戦の一場面を指す。この試合では、梅原がウォンのスーパーアーツの16連続打撃を 残り1ドットの体力しかない状態で全てブロッキングするという予想外の逆転劇を見せた。梅原が勝利を収めたこの逆転劇は対戦型コンピュータゲームの歴史の中で最も象徴的で記憶に残る瞬間と言われている。また、最も注目された瞬間であることから、ベーブ・ルースの予告ホームランやアイスホッケー競技における表情の軌跡と比較された。 2006年4月、7つの著名なカウンターストライクチームによって G7 チームズが結成された。組織の目的は、選手の遺跡の標準化や、リーグや関連組織との連携など、e スポーツの安定性を高めることであった。設立メンバーは4キングス、フナティック、メイドインブラジル、マウススポーツ、ニンジャスインパジャマズ、SK ゲーミング、チーム 3D であり、 2009年に解散するまで存続していた。2000年代は e スポーツのテレビ番組が盛んな時期で、テレビ中継は韓国で最も確立され、スタークラフト、ウォークラフト3の大会はケーブルテレビのゲーム専門チャンネルオンや MBC ゲームで定期的に放映された。2010年代は e スポーツの視聴者数、賞金が共に大幅に増加した。 大規模なトーナメント大会についても2000年には約10大会であったが2010年には約260大会と大会の数も規模も大幅に増加しているこの時期にはワールドサイバーゲームズやインテルエクストリームマスターズメジャーリーグゲーミングといったトーナメントが設立された数あるトーナメントの中には伝統的な e スポーツジャンルタイトル以外で競技を 行う実験も含まれ、例えば2006年9月に開催されたファンテクノロジーズワールドワイドウェブゲームスチャンピオンシップでは、100万ドルの賞金をかけて、71人がカジュアルゲームで競い合った。この時期の e スポーツの成長は、オンラインストリーミングサービスの人気によっても支えられており、大会の観戦方法としては、最も一般的な媒体となっていた。 2011年に立ち上げられた Twitch では人気のある e スポーツの大会が日常的に放送されている。2013年には同プラットフォームにおける視聴者は120億分の動画を視聴しており、最も人気のあるチャンネルカテゴリーはリーグオブレジェンズとドタニであった。またドタニの世界選手権ザインターナショナルの配信では1日の 間に450万のユニークビューを記録し、各視聴者は平均して2時間視聴していた。現代の e スポーツブームに並行し、コンピュータゲームの開発企業が自社の作品に e スポーツの要素を取り入れる動きも増加している。e スポーツ信号を長年にわたり無視し、抑制してきた、任天堂は Wii Games Summer 2010を開催した。1ヶ月以上にわたる。 この大会には40万人以上の参加者が集まり、同社の歴史の中で最大規模の大会となった。また、2014年には E32014 において、大乱闘スマッシュブラザーズ 4EU の招待制のトーナメントを開催、この様子は Twitch 上でライブ配信された。ハローシリーズの開発元である343インダストリーズは2014年に、 ヘイローチャンピオンシップシリーズの創設と賞金総額5万ドルを用意し、ハローを e スポーツとして復活させる計画を発表した。ブリザードエンターテイメントとライアットゲームズは北米大学選手権において独自のアウトリーチプログラムを実施している。2017年にはブリザードエンターテイメントの大学 e スポーツ部門であるテスパは100万ドル相当の賞金をかけた。 トーナメントへ出場する大学の e スポーツチームに奨学金や商品を提供するという新たな取り組みを発表した。一方の大学側としては2013年以降イリノイ州のロバートモリス大学やパイクビル大学などアメリカの大学は e スポーツ選手を大学代表の選手と認めスポーツ奨学金を提供している。コロンビア大学やインディアナ工科大学も同様な 奨学金の提供を行っており、2018年からハリスバーグ科学技術大学でも e スポーツ選手のための授業料奨学金制度を開始した。2014年、独立した最大規模の e スポーツリーグであるエレクトロニックスポーツリーグが現地ブランドであるジャパンコンペティティブゲーミングと提携し、日本国内における e スポーツの成長を試みた。 オンラインによる視聴者数の増加に伴い、e スポーツ競技の物理的な視聴者数やイベントの規模も大きくなっている。2013年に開催されたリーグオブレジェンズのシーズン3ワールドチャンピオンシップのファイナルはステープルズセンターで開催された。2014年に韓国ソウルで開催された同大会は4万人以上のファンが来場し、大会だけでなく、 イマジンドラゴンズの演奏や開会式、閉会式も行われた。2015年、アメリカ発の e スポーツ専用施設として、カリフォルニア州、サンタアナに e スポーツアリーナが誕生した。コンピュータゲームをスポーツとして分類することは議論の的となっている。一部のゲームをスポーツと認定する正当な理由として、e スポーツの人気の高まりを指摘する人がいる。一方で、ゲームが 真のスポーツの地位に達することはないだろうと主張する人もいる。しかし、人気が唯一の理由ではなく、慎重な計画や正確なタイミング、熟練した遂行こそがスポーツとして分類するための要素であるとし、すべての伝統的あるいは非伝統的なスポーツに身体的な運動や屋外の運動場は必要ではないと主張している。2013年。 リアルスポーツウィズ・ブライアンとガンブルの番組内でこの話題について包み隠さず笑った。2014年のテクノロジーカンファレンスでは Twitch の買収について質問された ESPN のジョン・スキッパー社長は e スポーツをスポーツではない競技であると述べた。2015年国際 e スポーツ連盟が主催した世界選手権では 世界的に正当なスポーツ活動としての今後の e スポーツの認識について議論するために国際的なスポーツ業界からのゲストを招待しパネルが開催された中国は当時コンピュータゲームの中毒性が懸念されていたにもかかわらず2003年に e スポーツを本格的なスポーツとして認めた最初の国の一つである政府は e スポーツを奨励し選手が e スポーツに参加することで中国のために体を鍛えることにもなると述べた。さらに2019年の初頭までに中国は人力資源社会保障部の勧告の中で e スポーツプレイヤーを正式な職業として認めておりプレイヤーだけでなく運営者も認めている。これに基づき2019年7月までに10万人以上がプロゲーマーとして登録しており同部は5年後には このような職業に就く人が200万人を超えると予想している。2013年、カナダのリーグオブレジェンズプレイヤーであるシフチャーが国際的に認められたスポーツ選手としてアメリカの P-1A ビザを取得した最初のプロゲーマーとなった。2014年、トルコの青年スポーツ賞はプロとして認定された選手に e スポーツプレイヤーライセンスの発行を開始した。 2016年、フランス政府が e スポーツを統制、認知するためのプロジェクトに取り組み始めた。フィリピンのゲーム及び娯楽委員会は2017年7月からプロとして認定された選手に競技ライセンスの発行を開始した。e スポーツを正当なスポーツとして普及させるために伝統ある国際的なスポーツ大会と並行し、 いくつかの e スポーツのイベントが開催されてきた。2007年アジアインドアゲームズは初めて他のスポーツ競技と並び e スポーツ競技が行われた公式大会として注目された。その後のアジアインドアゲームズや後継のアジアインドアマーシャルアーツゲームズではメダルの授与やエキシビションイベントとして必ず e スポーツ競技が行われてきた。さらに アジアトップレベルの総合競技大会であるアジア競技大会では2022年大会におけるメダル種目として e スポーツが含まれることとなった2018年大会におけるハースストーンやスタークラフトにリーグオブレジェンズを中心とした e スポーツのエキシビションイベントは2022年大会への布石として発表された 2019年の東南アジア競技大会では e スポーツの競技種目が6つ含まれていた。2018年と2019年にはワールドセーリングが e セーリングワールドチャンピオンシップを開催し、主要なスポーツ連盟が e スポーツを受け入れつつあることを示した。オリンピックは e スポーツを正当化するための潜在的な方法としても見られている。 2017年10月に国際オリンピック委員会が開催したサミットでは e スポーツの人気が高まっていることを認め競技性のある e スポーツはスポーツ活動とみなすことができ関係する選手は伝統的なスポーツ競技の選手と同等のレベルで準備やトレーニングに打ち込んでいるしかしオリンピックに使用されるゲームにはオリンピックの規則規制に従う必要があると結論付けている スポーツの世界は常に変化しており、IOC でもイベントの主催を始めるほど、e スポーツの規模も非常に大きくなっている。IOC のトーマスバッハ会長によると、e スポーツをオリンピックの競技とするには、2つの問題が残されているとし、一つは暴力的なゲームプレイを制限する必要があること。もう一つは、e スポーツをさらに細かく調整するための国際的な、 統括団体がないことを挙げている。暴力の問題についてバッハは、現代のスポーツが実際の激しい戦闘から生まれたということを認めたが、スポーツはそのような戦いを文明化した表現であり、いわゆる殺人ゲームである場合、オリンピックの価値観とは異なるとしている。IOC は NBA2K シリーズや FIFA シリーズのような、 実際のスポーツをシミュレートするようなゲームを中心に e スポーツを承認することが提案された。e スポーツをめぐる問題は IOC が将来のオリンピックへ e スポーツをどのように組み込むのかどのような可能性があるのか探ることを妨げていない。2018年7月には IOC と国際スポーツ連盟機構がエピックゲームズのマークレイニア ブリザードエンターテイメントのマイケル・モーハイム、e スポーツプレイヤーの TLO やジェイク、ケグリといった e スポーツ界の重鎮を招き、e スポーツの影響及び将来の発展の可能性についてより深い理解を得て、今後数年間ですべてのスポーツの総合利益のために協力する方法を共同で検討できるようにするシンポジウムを開催した。そこで IOC はゲームの展示を通じて、 e スポーツの可能性を検証してきた。インテルは IOC の講演を受け2018年ピョンチャンオリンピックの前にスタークラフトにとスティープのイベントのスポンサーを務め韓国の e スポーツ選手5人がオリンピックの聖火リレーに参加した。同様の展示会であるイ g a m e は2016年リオデジャネイロオリンピックと並行して開催されたがこれは IOC の支援を受けていない。日本ではゲーム産業の一大拠点としての評価を受け、2020年東京オリンピック以降に e スポーツを盛り上げるために議員や団体が関与するようになってきている。日本における e スポーツは景品表示法や賭博及び富くじに関する罪との兼ね合いにより高額な賞金を伴うゲームトーナメントに制約を 化しているため盛んではなかったが、2017年後半からこの問題を解消しようとする取り組みが始まった。2020年夏季オリンピックに向け、東京2020組織委員会の提案で、4つの e スポーツ団体が日本を代表する消費者団体と協力し、e スポーツの大会を賭博剤に関する規制から除外することとなった。 自由民主党所属の衆議院議員である河村武雄はオンラインゲーム e スポーツ議員連盟を発足し日本 e スポーツ連合の支援と国内における e スポーツの促進を図ったこれまでの結果として日本国内における他のスポーツのプロアスリートがプロとしてプレーするために必要な仕組みと同様に e スポーツ選手がプレーできるようにする免除ライセンスを 取得できるようになったこのライセンスは、選手が多くの e スポーツ大会に参加することを許可するものであり、2018年7月中旬に初めて、いくつかのコンピュータゲームのパブリッシャーが開催したトーナメントを開始、上位数十人のプレイヤーに発行された。また、東京2020組織委員会は2020年の大会までに、 いくつかの e スポーツイベントを計画している。2024年パリオリンピックの組織委員会は、オリンピックと若い世代との関係を保つために e スポーツの要素を含める必要性を挙げ IOC や様々な e スポーツの専門組織と大会中の e スポーツイベントについて協議した。最終的に組織委員会は e スポーツをメダル種目として2024年大会に 採用するのは時期尚早と判断したが、大会中の e スポーツに関連する他のイベントについては除外しなかった。2019年12月、IOC は第8回オリンピックサミットにおいて、オリンピックの公式大会ではスポーツを模倣したゲームのみを検討するとし、将来的には身体的及び精神的健康の生活スタイルを促進するゲーム、 身体活動を取り入れたバーチャルリアリティや拡張現実ゲームのような二つの方法を検討することを繰り返し表明した。2021年4月 IOC が e スポーツの公式大会を開催すること発表。オリンピックバーチャルシリーズとして2021年により開催される。バッハ会長は開催に向けて オリンピックバーチャルシリーズはバーチャルスポーツの分野で新しい視聴者との直接的な関わりを深めることを目的とした新しいユニークなオリンピックデジタルな体験です。その構想はオリンピックアジェンダ2020プラス号及び IOC のデジタル戦略に沿ったものです。スポーツへの参加を促し、特に若者に焦点を当てたオリンピックの価値観を 促進できることを願っておりますインターネット経由でのプレイイスポーツをプレイするための最も簡単な方法はインターネットを経由することである。厳密に勝敗を決するにはチート行為に対処する方法やネットワークチェーンの問題はあるものの娯楽あるいは練習のためにこの方法はよく使われる。各プレイヤーは連絡手段が必要となる。IRC は チームやリーグ、その他のゲームに関連した集まりごとにチャンネルを分けて、作成できるだけでなく、簡単にそれを見つけることができるためよく使用されている。クエイクネットは、もともと、ファーストパーソンシューティングゲーム、クエイクのオンラインプレイのために作成されたが、他のゲームのためにも使用されており、最も大きな IRC ネットワークとなっている。そこから各チームのサーバーで、 それぞれのルールに従って競技が行われる。チーム制のゲームでは他のプレイヤーとの連携が必要不可欠であり、チーム内で連携を取るために音声通信を使う際にはディスコードのような VOIP アプリケーションも利用される。ローカルエリアネットワークでのプレイローカルエリアネットワーク上でのプレイにはインターネット経由よりも 支援時間が抑えられ、より良い状態でゲームをプレイできる主催者側によって用意された機器を使用するため、チートといった違反行為が行いにくいなどの長所が存在する。インターネットを経由するオンラインに対し、この形式はオフラインと呼ばれ、大会の開催形式について、一般的にはオンラインで予選が行われ、予選を勝ち進んだ上位の選手やチームが競技するために、 実際の会場に集まり、オフラインで開催されることが多い。プレイヤー同士の社交的交流の場ともなり、大規模な競技会では、ランパーティー、ランセンターといった集まりが組織される。観戦して楽しむことも、e スポーツの主たる、娯楽性の一つであり、e スポーツをスポーツとして楽しむ一つの要素でもある。テレビや動画配信サイトなどで中継された映像を見る。 選手が一箇所で対戦するものを試合会場で観戦する選手がオンラインで対戦するものを司会者、解説者、ゲストがいる会場で見るなどの方法がある。プロフェッショナルな e スポーツ大会がテレビを通じて放送される国もあるが、ウェブサイト上のストリーミング放送やゲームクライアントに実装された観戦機能がライブ放送に利用されることが主である。また、 雑誌や新聞などの各メディアによる報道が行われたり、評価の高いシーンを映像加工などによって印象的に編集した動画などが後に配信されることも多い。国内でも規模の大きくない大会では、ストリーミングや動画の配信が行われている。そのような小規模なオンライン大会の開催にあたっては、有志のスタッフが実況、解説やサイト、映像の制作、 広報などを行うことが多く、ネット上における新たな情報発信の場となっている。このように、様々なメディアを通じて、鋭利非英利を問わず、気軽に配信され、感染者のニーズに応じた手段で楽しむことができるのが、e スポーツ観戦の特徴である。e スポーツは、プロやアマチュアに加え、2008年以降では、大学や高等学校からの注目も集めるようになり、 e スポーツの人気の高まりとともにアスリートのための機会の拡大が求められるようになった。中国やアメリカを中心とした世界各国の大学が大学の代表となるチームに参加する新入生に対し奨学金を提供し始めた。このような e スポーツに関連した奨学金といった制度が大学に与える可能性のある影響として 大学側の制度への関心の高まりと相まって一連の研究がスポーツ文学に関連するようになっている。コンピュータゲームを用いる e スポーツはマインドスポーツと同様に腕や指先などを使う競技種目が大半を占めるため身体障害者など体が不自由な人でも選手として参加することができスジジストロフィー患者でプロゲーマーとして活動した。 パクスンヒョンのような選手もいる。また、年齢を問わずプレーできることから、リハビリなどを通じて、福祉や医療での利用が期待される。2018年には、埼玉県埼玉市で、シルバー e スポーツ協会が発足し、e スポーツを通じた健康増進を図り、高齢者への e スポーツの普及を目指している。熊本県三里町では、e スポーツを通じたづくり事業を進めており、 その一環で高齢者の認知機能の維持や向上を図り、パズルゲームや音楽ゲームなどの体験、対戦が行われている。e スポーツには職業としてのプロとして活躍するプレイヤー、プロのプレイヤーが集まったプロゲーミングチームが存在している。世界各国ではこれらのプロを参加対象とした多くの大会が毎年開催されている。その多くはストリーミング中継により、 世界中に配信されるほか、大規模なものになると、テレビ中継も行われる。賞金は、協賛企業からの提供、放送収入、入場料などからまかなわれる。大会を協賛するスポンサーは、ハードウェアのメーカーなど、大手のコンピューター関連企業が多い。プロのプレイヤーは、大会賞金のほか、スポンサーによる援助やキャンペーン出演料などを、収入としており、中には、 年収が1億円を超える人気プレイヤーのフェータル1、タイのように PC パーツのブランドをプロデュースする者も,もいる。韓国では国民的人気を得てタレントのように様々な方面で活躍している者も,もいるため、なりたい職業の上位にランクインするなど、e スポーツのプロプレイヤーは若者に多くの支持を得ている。プロフェッショナルイベントとしての e スポーツは1997年に 最初の競技会が行われた後急速に発展していった。この年の5月にレッドアナイアレーションと題した競技会が行われ、クエイクの副クリエイターであるジョン・カーマックが所有していたフェラーリ 328GTS を競技会の優勝者に贈呈すると約束した。同年6月、アンヘルムニョスがコンピュータゲーマーのための最初のプロフェッショナルリーグ、 サイバーアスリートプロフェッショナルリーグを立ち上げた。それ以来、参加者と会場のサイズは規模を拡大し、優勝決定戦になると、多数の感染者がインターネット越しに感染するようになった。同時に、勝者への賞金も膨大なものになり、2005年の CPL では、賞金総額が150万ベイドルに達している。CPL は、e スポーツの開拓者としての精神を保ちながら、 2005年にはワールドツアー方式に移行し、同年のツアーではペインキラーの1対1のデスマッチに焦点を当て、これに100万ベイドルの賞金を当てた。CPL のグランドフィナーレイベントではフェータル1対が e スポーツ史上最高賞金額となる15万ベイドルを獲得した。e スポーツにおいて旧来の社交的なゲームプレイヤーの組織だったものが、 フットボールチームに近いプロ選手の組織として成長している例も存在する。プレイヤーとスポンサーの契約を扱い、プレイヤーにとってその契約を容易にすることで、e スポーツとそのファンにとって存在意義が生まれている。多くのプロチームが他のチームやプレイヤーとの契約を扱い、機会と名声を上げる仲介をしている。また、プロチームへと所属することによってプレイヤーは、 管理業務から解放され、ゲームのプレイに集中することができるようになる。プロチームを最初に作った企業は、1999年12月30日、韓国の通信事業会社 KT の子会社、KTF が創設した N016 ゲーム団であり、韓国で初めて大企業の資本が入るチームとなった。2003年2月1日、SK ゲーミングが、 FBS のプレイヤーとクランを結びつける最初のチームとなった。契約条件などは明らかにされていないが、インタビューでは給与制であり、給与額は多くはないものの、プレイヤーは賞金を分配して受け取ることができる。デートイコール2019年5月また、SK ゲーミングは契約についてもう一つの先例を作っている。 2003年5月19日、SK ゲーミング所属のノルウェーのプレイヤーエリメントマイナスをライバルチームである FBS サイコのチームの一つのアニー席させ契約金を受け取ったのである。この遺跡契約の後、多くのチームがゲームプレイ関連商品や衣類などのグッズ販売を開始した。業界の急速な発展はチームの収入源となり、世界中の競技会に チームが送り込まれることになった。ほとんどのチーム戦で行われる e スポーツでは、チームが試合でどのような成績を収めたかによって、リーグ間を昇格や降格を伴う形式が中心となっている。この形式は、ヨーロッパやアジアにおけるプロスポーツを踏襲している。チームはシーズン中に複数回の試合を行い、シーズン終了時までにリーグ内での順位を競う。 成績の良いチームには賞金に加えて上位リーグへの昇格もあれば一方で成績の悪いチームには下位リーグへの降格もある。例えば、ダイアットゲームズは2018年までにいくつかのリーグオブレジェンズシリーズを運営しており北米地域には最上位シリーズとしてリーグオブレジェンズチャンピオンシップシリーズが存在する。成績の悪いチームは 会のリーグオブレジェンズチャレンジャーシリーズに降格し、会シリーズにおいて成績の良かったチームが上位に昇格し入れ替わる。ただし、ダイアットゲームズは2018年半ばから下記のフランチャイズ方式を採用し、この形式は廃止している。ロサンゼルスブリザードアリーナで開催されたオーバーウォッチリーグシーズン2の試合 e スポーツへの関心が高まる中、 北米のプロスポーツで使用されるフランチャイズ方式を踏襲したリーグの創設を目指す企業も出てきた。これはフランチャイズを支援する大手のスポンサーによって支えられたすべてのチームがポストシーズンへの参加をかけ、レギュラーシーズンに参加して上位の地位を競い合う。このアプローチは大口の投資家にとっては魅力的であり、e スポーツのプレミアリーグでプレーし続け、会に合格する。 恐れのないチームを支援することに意欲的になる。細かな点はリーグによって異なるが、一般的に契約したすべての選手には最低賃金と適切な福利構成が与えられ、勝利した場合はチームへの賞金が分配される。チームの昇格や降格はないが、選手は契約を結んだり、チーム間で交換したり、フリーエージェントとして手放すことができ。 北米プロ野球のマイナーリーグに相当する e スポーツのリーグから新しい選手が引き抜かれる場合もある。最初に創設されたフランチャイズ方式のリーグはブリザードエンターテイメントが2016年に同社のゲーム作品オーバーウォッチを元に設立したオーバーウォッチリーグである。2018年に12チームで始まった。このリーグは2019年に20チームに拡大した。 テイクーインタラクティブは NBA と提携し NBA2K シリーズを使用した NBA2K リーグを同様に EA スポーツとメジャーリーグサッカーはエレクトロニックアーツの FIFA シリーズを使用するエンデルズを設立した。アクティビジョンは2020年1月にオーバーウォッチリーグを踏襲しコールオブデューティシリーズを使用した12チームで構成されるコールオブデューティリーグを設立した。 クラウド級やディグネタースなどのチームはフランチャイズ方式のカウンターストライクグローバルオフェンシブのリーグフラッシュポイントを2020年2月に開設した。これは単一の組織ではなくチームが所有する最初の e スポーツリーグとなった。ポーランドカトビツェで開催されたインテルエクストリームマスターズ2013でプレイする選手たち e スポーツはトーナメント方式でもプレイされ、 プレイヤーやチームが本戦トーナメントに挑む前に予選通過をかけて競う。トーナメントはシングル、またはダブルエリミネーション、時にはグループステージとの混合など様々な形式が取られる。e スポーツトーナメントはほとんどの場合、ライブの観客の前で行われる物理的なイベントであり、不正行為を監視するための審判などがいる。ドリームハックのような大会自体が大規模な、 e スポーツイベントである場合もあれば、ワールドサイバーゲームズや、フォートナイトワールドカップのように、大会が大規模なイベントの一部である場合もある。コンピュータゲームを使用した大会は、以前から存在していたが、e スポーツは1990年代後半に、大きな転換期を迎えた。1997年の、サイバーアスリートプロフェッショナルリーグを皮切りに、トーナメントの規模が大きくなり、 企業スポンサーがつくことが一般的になった。ライブイベントだけでなく、オンラインでも視聴者が増えたことで、e スポーツはより多くの人々の目に触れるようになった。ゲームの開発元が大会の賞金を提供することが多いが、コンピュータハードウェアやソフトウェア、エナジードリンクを販売する企業といったサードパーティーから提供されることもある。しかしながら、一般的に、 独立したベンチャー企業にとって大規模な e スポーツイベントを主催することは採算が合わない。例えば、ダイアットゲームズはリーグオブレジェンズチャンピオンシップシリーズについて私たちがお金を稼いでいない重大な投資だとしている。ゲームの開発元と大会主催者や放送メディアとの関係についてはかなりのばらつきがあり交渉の余地がある。韓国では 独自のスタークラフトのイベントがブリザードエンターテインメントとはほぼ独立して運営されていたが同社は続編のスタークラフト2を使用するイベントの開催については承認制にすることを決定した。これにより韓国 e スポーツ協会との行き詰まりにつながったが2012年に合意に達した。ブリザードは規約を改め賞金総額が1万ドルを超える大会について 同社の許可を必要としている。プロフェッショナルの e スポーツの競技会として広く認められている大会には以下のような八つが存在する。それぞれの大会で用意される賞金は大きなコンピュータ技術系企業がスポンサーとして提供しているものが多い。また、これらの企業は同時に多くの e スポーツチームのスポンサーも行っており、大会への旅費。 その会社の製品の提供などをまかなっている。特に ESL は世界最大規模の e スポーツリーグであり、グローバルに展開している。現在では主流新聞などもこういったイベントの記事を掲載することが普通になっている。また e スポーツは2007年に中国・マカオで行われたアジアオリンピック競技会主催の2007年アジアインドアゲームズにおいて、 正式メダル種目となり、FIFA 0 7、NBA ライブレイ7、Need for Speed Most Wanted の3タイトルで行われ、中国の選手が3個の金メダルを獲得した。2018年にインドネシアで開催された2018年、アジア競技大会では、大会史上初めて公開競技として採用された。ウィニングイレブン2018、クラッシュロワイヤル、ストクラフト2、 レガシー・オブ・ザ・ボイド、ハース・トーン、リーグ・オブ・レジェンズ、アレーナ・オブ・バローの6種目が行われた。2022年に中国・広州市で開催予定の2022年アジア競技大会では正式メダル種目になることが決定している。ゲームの販売会社や e スポーツの放送メディアが特定のイベントを企画、運用する役割を担うのが一般的であるが、 国や地域を超えて世界規模で集約し代表として統括する e スポーツの統括団体が多く設立されている。これらの団体は e スポーツの規制であったり単に e スポーツの業界団体や組織の建て前として機能するなど様々なレベルで関与することがある。国際 e スポーツ連盟は最初に設立された上記のような団体の一つである。 東南アジアでの e スポーツの促進を目的として2008年に設立され、2020年6月現在、世界69カ国が参加するまでに成長した。e スフは、加盟国のチームを対象に、毎年開催される e スポーツ世界選手権を運営してきた。2019年4月に設立された欧州 e スポーツ連盟は、イギリス、ベルギー、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、 フランス、ロシア、スロベニア、セルビア、スウェーデン、トルコ、ウクライナが参加している。この団体は e スポーツの運営パートナーとしての役割を重視して設計されており、イベントの構造や取り決めを調整するための作業を行っている。さらに、コンピュータゲームを代表する業界団体も e スポーツの統括団体として機能するようになってきた。 特に2019年11月、アメリカのエンターテインメントソフトウェア協会、カナダエンターテインメントソフトウェア協会、イギリスインタラクティブエンターテインメント協会、欧州インタラクティブソフトウェア連盟、オーストラリア及びニュージーランドのインタラクティブゲームエンターテインメント協会と一体つつの主要な業界団体が、プレイヤーの安全性と誠実さ、 プレイヤー間の敬意や多様性を尊重し、ゲームプレイをより豊かにするなど、e スポーツの促進と参加を支援するための共同声明を発表した。伝統的に各競技会は、それぞれのジャンルごとに特定のゲームを採用している。e スポーツの競技として過去に採用されたゲームは、以下のようなタイトルがあり、カウンターストライクのように長年にわたって採用されるものや、 数年で変更されるものなど様々である。なお、プレイヤーの中には複数の種目に参加し活躍しているものもいる。一般的に e スポーツの競技種目となるゲームはプレイヤースキルの影響が大きいものが選ばれる傾向にあるが、それが最新のゲームデザインの流れとは必ずしも一致するわけではないため、常に最新のゲームが採用されるというわけではない。 一方で、ハードウェアメーカーやソフトウェアメーカーは、より新しい技術の使われたタイトルを取り入れようと、するため、採用タイトルをめぐってはしばしばファンを含める、プレイヤーと大会の運営サイドの間における、論点となる。ゲームのジャンルとしては主に、ファーストパーソンシューティングゲーム、リアルタイムストラテジー、格闘ゲーム、スポーツゲーム、レースゲームを使用して競い合う。以前は、 FPS や RTS などのジャンルが主流であったが、この数年では、コンシューマーなどのタイトルも取り入れられるようになり、そのジャンルも様々である。日本は、先進国の中でも数少ない e スポーツ、未承認国である。国内での e スポーツイベントを数年にわたって扱い、e スポーツグラウンドなどを開発したエウレカコンピューターに所属する犬飼博士は、2007年、 アジアオンラインゲームカンファレンスでのコメントより、e スポーツを次のように定義している。運動を伴わないスポーツ競技としては、他にジェスなどのボードゲームがある。e スポーツは、大会などで順位を競うこと、プロとして収入を得ること、真剣な姿勢で対戦を行うことなど、その言葉は使われるシーンに応じて様々な定義に基づいていることがあるが、理解しやすい例として、 モータースポーツが挙げられる。公開戦やパーソナルコンピュータの普及が進むにつれ、PC ゲームの競技人口が年々上がり続けている。その証拠に、国内では全く浸透のなかった、リアルタイムストラテジーというゲームジャンルの代表作、リーグオブレジェンズは、国内のプレイヤー人口が3万人を突破し、プロリーグ、リーグオブレジェンズジャパンリーグが開催、同じく人気 RTS の スタークラフトにでもパッケージの販売本数が1万本突破、さらに2012年現在4人のプロが存在する。家庭用ゲーム機では、サイバーアスリートコンペティションが開催した、コールオブデューティシリーズの大会で、720名以上参加した大会が開催されるほか、もともと格闘ゲーム先進国の日本では、梅原大吾を筆頭に10名以上ものプロゲーマーが誕生している。 e スポーツの原点はアメリカで自然に生まれたランパーティーである。韓国では1997年頃、韓国政府が IT 産業に力を入れ始め、高速ネットワークを国内に整備。その結果、PC 棒という日本でいうインターネットカフェが急速に増えた。PC 棒にはオンラインゲームが用意されており、その中でも戦略ゲームスタークラフトが大ヒットした。 1999年あたりから韓国内で e スポーツとの用語が使用されるようになり、韓国文化観光部の長官もゲームを e スポーツと呼ぶようになった。2000年には世界で初めての国際的 e スポーツイベントワールドサイバーゲームズのテスト大会が行われた。賞金総額は20万ベイドルで、世界17カ国から174人のプレイヤーが参加した。 この大会をきっかけに韓国では急速に e スポーツが発展していき e スポーツのバイオニアとなった2008年には世界の e スポーツを統括する国際 e スポーツ連盟が韓国富山に本部としてできた日本はゲームセンターや家庭用ゲーム機が存在しておりゲーム好きが集まる場所はゲームセンターでありランパーティーや PC 棒が必要なかった上 家庭用ゲーム機が普及していたため PC ゲームにも馴染みがない。国内法の問題 e スポーツは法的に競技として認められず、いわゆる遊戯として扱われていることから法律に定触してしまい、口実の通り高額賞金、世界的な大会を日本で開くことができない。また開催しても賞金獲得に制限が課せられるなどの問題も発生している。 日本における、スポーツという言葉とのアンマッチと文化的背景。日本語における、スポーツとは例えば陸上競技や格闘技など、人力による体力や筋力、技術を競う競技のみを指すことも大きい。またスポーツは健康促進はもちろん、心身の向上などポジティブに見られがちである。一方、体を動かさないが、頭脳や乗り物などの技術を争う競技例えば、モータースポーツや、 将棋や囲碁などのテーブル上の競技にマインドスポーツという語そのものは存在するものの一般的に日本でスポーツと呼ぶと案に前者のみを指し校舎はスポーツには含まないことがほとんどであるさらに e スポーツは校舎に含まれる上日本では文化的にもデジタルゲームはスポーツではないという認識が強く現在も単なる娯楽遊びの位置づけであるつまり デジタルゲームは、暇つぶしや付き合い程度にやるものであり、デジタルゲームの腕を磨くことは、仕事や勉強、そして、日本語における、スポーツの邪魔になると位置づけられている。以上の理由から日本は、e スポーツが発展しづらい土壌となっている。高額報酬をめぐる論争日本においては、法律上の問題で、賞金制の大会の開催が制限されており、この問題について、 以下のような提言がある。日本国内での賞金付き大会に関しては、国際家事の研究所の所長である基礎隆氏が法令適用事前確認手続きを利用して消費者庁に確認したところ、賞金や商品が高額の場合は、不当形品類及び不当表示防止法に抵触すると指摘を受けており、主催者やゲームデベロッパーなどと、 利害関係にない第三者がスポンサーとなる、プレイが基本無料で、課金要素が結果に影響しない、タイトル、などの条件を満たさなければ、適発の可能性がある。2018年2月19日に、梅原大和が主催した、座談会、ゲームと金や2月21日にアベマプライムで、e スポーツ企画の特集に出演した、浜村孝一や高橋名人は、 プロライセンスの必要性を説いたが基礎から、警報と爆罪であると指摘されている。同イベントで、浜村は、プロライセンス制度は消費者庁と何度も議論を重ねた、結果と主張した。しかし、ファミ通ー2018年3月8日号にて、e スポーツの特集記事にて、ファミ通編集部が、警報法の問題について消費者庁へ質問を投げ、同庁表示対策課長の大本晋司も、 優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、その報酬として賞金を得る場合、その賞金はプロアマを問わず、景評法で有う品類には該当しないと回答し、浜村の発言と食い違いが起きている。五輪業界入りを目指す国際競技連盟は国際 E スポーツ連盟である。E スフはまだ国際スポーツ連盟機構にも加盟できていなかったが、 2018年7月 IOC ゲイスフ e スポーツフォーラムなるイベントが開催された。2018年アジア競技大会がインドネシアジャカルタで行われ公開競技として e スポーツも行われた。こうした動きからオリンピックに e スポーツを検討かなどの噂が報じられていた。イベントを見学した。 国際オリンピック委員会会長のトーマス・バッハが e スポーツはオリンピックの価値観に矛盾しており現状では受け入れることはできないと発言したそのため国際家事の研究所の基礎隆氏は不採用が確定したと述べたしかし一方でバッハは現状ではと言っていたまた基礎隆氏はオリンピックに採用されない理由としてゲームソフトメーカーの著作権が 問題になるからと理由を挙げている。2018年アジア競技大会がインドネシアジャカルタで行われ参考競技として e スポーツが行われた。その競技種目はウィニングイレブン2018スタークラフトにリーグオブレジェンズハーストーンクラッシュロワイヤルアリーナオブバラーの6タイトルである。しかし蓋を開けてみると6タイトル15タイトルが 中国企業テンセントが関与しているタイトルであり、テンセントのための競技になってしまっている。イエースは国内唯一の e スポーツ団体ではない、プロライセンス制度の嘘イエースは発足当時、プロライセンスを発行して、高額賞金の大会を実現したと発言していたが、消費者庁の見解は違っている。消費者庁表示対策課長の大本新仁氏は、 e スポーツ大会出場者が優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、その報酬として賞金を得る場合、その賞金はプロアマを問わず、景費法でいう景品類には該当しない。と見解を示しており、プロライセンスがなくても賞金は受け取れるし問題ないとしている。消費者庁の見解により、イエースへの加盟しない方法で独自にゲーム大会を開く企業も出てきている。 例えば、毎日放送の e スポーツの番組、指技では、指技カップという賞金100万円の大会を開いており、参加条件として、イエースー公認プロライセンスを所持していない方と明記をしている。消費者庁は、プロライセンス制度は、イエースーから提案を受けた中で、わかりやすいかもしれないねと軽く返答をしただけで、 消費者庁からプロライセンス制度を作れと推奨などはしたことはない。e スポーツにプロライセンス制度は不要。東京ゲームショウでは2019年度イエース活動報告発表会が行われ、ノンアクションレター制度に基づく法令適用事前確認手続きの回答書の結果を発表。その中でプロアマ問わず賞金はもらえ、 警報法及び警報に違反せずとの回答を得たとしているが消費者庁が以前から一貫している回答であるこの発表で以前からイエイスのプロライセンス制度の説明は嘘であると指摘していた国際家事の研究所の基礎隆氏はイエイスは自らプロ制度は不要と証明してしまったと発言しているプロライセンス制度の規約問題イエイスのプロライセンスは イエースー公認のゲーム大会で好成績を収めるなどした場合に与えられる。しかしこのプロライセンスを持った場合、賞金付きの非公認大会に出ると処分されると規約に書いてあり、物議を醸している。国際家事の研究所所長である基礎隆氏は、ネットカフェは適正に運営が行われている限りにおいて、原則的に風営法適用、外の業種であるので、 ゲーム大会を開き、賞金や商品を提供することは、風営法違反にならないので、イエースは、風営法も理解してないと批判している。アメリカで行われた、カプコンアメリカが主催した、ストリートファイター・オブ・アーケード・エディションの公式世界、大会、カプコンカップ2018において、プロゲーマーの桃地選手が7位になり、賞金が50万円もらえる予定ではあった。しかし、 カプコンカップがいつの間にか、イエースー公認大会となっており、桃地選手はイエースーのライセンスを持っておらず、アメリカで行われた、カプコンアメリカが主催の大会であるのになぜか賞金が、そのままもらえず10万円に減額された。これまでのカプコンカップはアメリカで行われ、イエースーは関係なかったため賞金をそのままもらえており、今回の対応に対して、イエースーやカプコンに批判が起きている。 こうした騒動から、エボジャパンでも減額されるのではと心配の声が寄せられたが、優勝賞金百五十万円をそのまま獲得している。t g s 二千十九で、優勝賞金五百万円、パズドラ最強決定戦が行われ中学生である、ユア選手が優勝した。ユア選手は、イエースの、ジャパンイースポーツジュニアライセンスを持っているま、イエスの、規定により、純プロ扱いで、 トロフィーと副賞の商品のみで賞金は受け取れない。家数は年齢が低くても大会賞金を得ることに問題はない。大会運営者に委ねるというスタンスをと言っている。強制力のある規定ではない。ゲームジャーナリストの野安幸雄氏によれば他のリアルスポーツや将棋や囲碁でも中学生のプロアスリートが存在しているので中学生のプロゲーマーが存在して、 賞金を獲得することに問題はないはずで、中学生でも賞金を得られるルールにしておくべきだったのでは、という指摘は免れないと語っている。イエースーは世界的に存在しない形の e スポーツ団体、イエースーは数多くのゲームメーカーやセスサの関係者が会員にいるが、一般財団法人日本 e スポーツ促進協会の青木氏は世界中で人気を集めている。 e スポーツのゲームのディベロッパーが国の e スポーツ協会の中に加盟することは海外ではまずない。イエースのような運営体制を持つ e スポーツ団体は基本的には海外には存在しないと指摘している。e スポーツの選手は職業として不安定であるため勝ち続けて有名になりスポンサーがつかないと賞金だけで食べていくのはかなり厳しいのが現実である。 また人気ゲームで人口が多くないと、賞金も少ない。アルバイトなどの傍ら活動する者も,も多い。少数ではあるが、いわゆるゲーム配信によって、生計を立てる者も,もいる。短いキャリアと引退後の生活 e スポーツのゲームは、素早い反射神経などが要求されるため一般に、選手生命が短いとされる。また、選手は引退後の活動で必要な社会的スキルに、 トボしいとの見方がある。e スポーツへの関心が低い2018年の7月、マイボイスコムが e スポーツに関するアンケート調査結果を発表した。e スポーツを具体的に知っている、名前は聞いたことがあると回答したのは、全体の43.9%となった。一方で e スポーツへの興味について興味がない。 あまり興味がないと回答した合計は81.3%だった。2020年2月、エアトリが e スポーツに関するアンケート調査結果を発表。e スポーツの知名度は全世代で8割超という結果だったが、81.4%の大多数が e スポーツに興味はないと回答した。競技タイトルのガラパゴスカ世界で人気の e スポーツタイトル代表格には、 PC ゲームでユーザー人口が1億人のリーグオブレジェンズ、ドタニ等のマルチプレイオンラインバトルアリーナがあり人気ジャンルではあるが日本では人口が少ない。特にドタニは賞金総額30億円を超えるタイトルでありながら日本では知名度が低い。TGS2019 の e スポーツブースでは カズドラが行列を作っているのに対して、ドタに日本代表決定戦の観客席には、取材班を含めて10人程度しかいなかった。ありがとうございます。